ああ、なんて純粋で美しい夢なの。行ってみたいわ。春の夜は朝露のごとく、花のように霧のように途方に暮れて、あら、お客様、わらわは人を食べたりしないから、怖がらないで近くに来なさい。なんて素敵なお客様、お会いできて嬉しいわ。ああ、心がドキドキしちゃうわ。わらわ、病気かしら。お客様、わらわを助けて。わらわはいい薬を知っているわ。こっちにおいで。じっくり聞くといいわ。お客様こそ、わらわにとって最高のお薬だわ。様の匂いを嗅ぐたびに、思わずお客様を食べたくなっちゃうわ。ちょっと、お客様ったらやりすぎだわ。怖い。真面目だね。でもなかなか面白いわよ。最初からわらわの夢に惑わされていなかったよね。そんなことないわ。あなたの夢はきらびやかで、すぐに特別なものだとわかったわ。お姉様と呼んでくれるなら教えてあげるわ。なんて可愛らしい呼び声。気に入ったわ。あなたの夢には大きな秘密が隠されているみたいね。もし、わらわの質問に答えてくれたら、特別に教えてあげるわ。この問題は複雑ではないし、あなたの原則に逆らうものでもない。その報酬も一部、前金で払うよ。夢は現実と重なり、夢で見たことが、
真実なのかもしれないわ。あなたの心を掴む方法を知りたいの。今答える必要はないわ。わらわは幼少期の問診茶舎でずっと待ってるわよ。おまけに深海市では最近多くの人間が姿を消したでしょ。この件について調べたいなら南港区の工場階段をチェックした方がいいわ。あそこのエモーションエネルギーは乱れているからドロップポイントが隠されているかもしれない。助けたわけじゃないわ。面白そうだって思っただけ。こんなに面白い子、他の誰かにさらわれたら残念だわ。嫌な奴らが夢を通してあなたを見つけようとしているの。そんなに怖がらないで。わらわが来た後、他の人が来るのは簡単じゃなくなるの。副作用として夢を見る力が高まり、白昼夢を見るようになるわ。しかし、それは必ずしも悪いことじゃないよね。お客様ったら優しいわ。さて、そろそろ夜が明けるから、わらわも帰るわよ。本当に感謝の気持ちを伝えたいなら、いつでも問診茶舎に来なさい。ごめんなさい。うっかり花瓶を割ってしまって、起こしちゃったね。本当に若いね。エリーちゃんがお兄さんと呼ぶのも無理はないわ。ええ、エリーちゃんはあなたの妹よね。昨日店の前であの子に会って、丁寧に挨拶してくれたの。あら、自己紹介を忘れちゃったわ。シジカのオーナーを務めているファルスタよ。その子はよく店に手伝いに来てくれるの。これからよろしくお願いしますわ、ご近所さん。あ、そうだ。このお花を、このチューリップのお花を受け取ってください。黄色いチューリップは富と幸福を表し、レストランに飾るのに最適だわ。お詫びの気持ちも。眉間にシワが寄っているよ。何か悩み事でもある？
そう。それなら、このお花はあなたにぴったり。この色は気分も明るくしてくれるのよ。朝、いい気分で目覚めることほど素晴らしいことはないでしょ。